それでは参りましょう。選手入場です。ではいいエンジンが引けるみたいです。頑張ります。地元のつもりで一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。徳山の宿舎ネズミがいる。徳山初の全国発売、貢献できるような走りをします。趣味手品チャラララララはい、いっそいっそ大事に走ります。地元同様応援お願いします。久しぶりに歌います。ほら足元を見てごらん。こないだ小倉の競輪祭で失格してしまいました。その分私が取り返します。パーマかけたらますます小林さとみに似てるって言われました。ポポンポポンポポン S。 地元です。いっぱい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 応援してください。さあ52名の出場選手が揃いました。皆さんもう一度大きな拍手をお送りください。思いっきりレースします。応援してください。久しぶりに準優乗りました。明日優勝戦乗れるように頑張ります。一番いい状態でレースができるように頑張ります。頑張って優勝戦乗りたいと思うんで応援よろしくお願いします。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。ペラ壊したらアクシデントがいっぱいあったんですけど、不思議なり親子ペラで、復活してます。さあ10レースの準優勝戦、豪華なメンバーでの決着どうなりますか。進入隊形はインコースから1番2番3番4番6番5番です。10レーススタートいたしました。さあ大外からかましていきました。5番の西村内側を飲み込みにかかります。引っかかる手はいるのか。さあ1番の浅田が突っ張るが5番の西村がまくっていった、まくっていった。3番の大島が刺してきた。スタートの方は前提正常なスタート。6コース単独飛行が見事にジャストミート。5番の西村3点進リード。2番手うまく懐ついた3番の大島は2番手キープ。2番の隅と続いてレースは一瞬ラークの旋回。5番の西村がターン力強く戻ってまいりました。そしてやや振り込み加減も3番の大島が2番手。ここにうまく切れ味鋭い差しが入ってまいりました。2番の隅強力な回り足であります。レースは2周目に入りました。5番の西村追走するは2番の隅、そして3番の大島が3番手。2周1マークからバックへ抜け出す5番の西村追走する2番の隅。ここは小回りをうまく決めました。若干大回りになりました。3番の大島少し後退加減です。5番の西村に迫ってくる勢いあるか。2番の隅ひとみ、そして4点審査3番手、3番の大島聖子。レースは2周2マークへと向かっています。5番の西村冷静なスタート、アジャスジャストミートでありました。5番の西村そして2番の隅が2番手。5人体制は変わっておりません。3番の大島にひたひたと迫ってくるは4番の横にしかない。レースは最終周回へと入りました。5番の西村追走する2番の隅、最後のバックへ抜ける最終1マークのターン。5番の西村がクリア、前傾線を軽やかに抜けてまいりました。内を締めるように2番の隅が、さあ5番の西村は2度目の女子王座へ向けてということになります。隅もいつでも取れるリーチ組の1人でありましたが2番手。さあ焦点は3番手争い、3番の大島の内懐に4番の横西のへさきが入ってまいります。両者譲らず、さあ救ってまいりました。4番の横西3番手争い、5番の西村そして2番の隅までは決定か。52連単は 40.5 倍を指してまもなくゴールを迎えます。5番西村ゴールイン、2番隅ゴールイン、4番横西ゴールイン、3番大島ゴールイン、1番浅田ゴールイン、ラスト6番池ゴールイン。
近くの1号店なんで一生懸命走りますので応援してください。優勝戦に乗れるように明日も一生懸命頑張ります。精一杯頑張ります。スタート遅れないように。コースもちゃんと4コース取って、展開よく見て悔いのないレースを思いっきりしたいと思います。頑張って優勝戦に乗れるよう、一生懸命頑張りますので見ててください。ギリギリで乗れたんですけど、最後まで一生懸命走ります。応援お願いします。さあ11レースの準優勝戦、黄色い秒針が大きく動いて10秒を切りました。新入隊形はインコースから1番、2番、4番、3番、5番、6番です。11レーススタートしました。飛び出していきました。3番のオチ、オチがまずはまくり体勢に入るか、1番のミナクチ抵抗できるか、まずはまくっていくか、3番のオチちょっと外へ流れていくか、なんとかまくり切ったんでしょうか。3番のオチスタートの方は前提正常なスタート。さあ外膨れた4番のカエバ、そしてインコースから1番のミナクチ、あるいは6番のウンドが上がってまいりました。1周にマークはごちゃごちゃっとしそう。急に上空明るくなってまいりました。競争水面、1番のミナクチがターン、そしてホームスレッジ、3番のオチが2番でターン、アウトコースに4番のカエバと続いております。さあ1番のミナクチを巡っての争いになりまして、レースは2周目に入ります。2番手争いは大競りになりそう。3番のオチか、あるいは4番のカエバか、1番のミナクチが後続の競り合い尻目に。2周1番からバックストレッチへトップクリア、2番手ターンは4番のカエバ、そして3番のオチがまたまたセンターコースから上がってまいります。2番手争い、どちらに軍配が上がりますか。1番のミナクチのリードは3停身から4停身、2番手4番のカエバが一歩リード、3番のオチが救ってくる。2周2マーク、1番のミナクチがまずはホームストレッチへ。さあ3番のオチが小回り突進仕掛けるも、ここで万事休したか。4番のカエバが2番手を確保しています。レースの方は1番のミナクチを先頭に最終周回が入りました。4番のカエバ伸びる伸びる、3停審査から2停審査まで迫ってまいりました。最後のバックへ抜ける3周1マークのターン、1番のミナクチがクリア、振り込み加減、4番のカエバが2番手と続きます。そして3番のオチ、そして6番のウンド、人気を集めた2番の浜村、仕掛けが届かずで最高峰であります。1番のミナクチ、明日はボールポジションの1号艇をゲットできそう。ラストコーナーの旋回、1番のミナクチがホームストレッチへ、そして4番のカエバが2番手ターン、2連単は 15.4 倍、3連単ですと 95.8 倍でしょうか。まもなくゴールを迎えます。1番ミナクチゴールイン、4番カエバゴールイン、3番オチゴールイン、6番ウンノゴールイン、2番カモンが5番掛け打ち接戦でゴールイン。あとは後悔しないように精一杯頑張ります。明日も一着が取れるように頑張ります。精一杯頑張ります。明日は大整備をしてなんとか優勝戦乗れるよう頑張ります。明日も一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。気合が違いますのでぜひ狙ってみてほしいと思います。最終の12レースの準優勝戦、静かな水面に何かが起こりそうです。10秒を切りました。
新入隊競馬インコースから1番6番4番2番3番5番です。12レーススタートいたしました。さあかましていった判定心リードは3番の柳沢、そして5番の池田、最初からは1番の岩崎も伸びてまいります。1番の岩崎が握ってフルターンバックストレッチ、トップ当選という感じか。スタートは前提正常なスタート。1番の岩崎が人気に応える横綱相撲を見せるんでしょうか。2番手争いは内外広がりながら、6番の西田懐、3番の柳沢が伸びてまいりました。内の方から2番の武藤が近づくか。一緒に幕の攻防、1番の岩崎がターン、その後ろ引き波を超える合戦が続いております。6番の西田はまってしまいました。3番の柳沢懸命2番手キープしている。そのうちから4番の日高が上がってまいりまして、レースは2周目に入っています。4点進リードは1番の岩崎、追走する3番の柳沢、これ待ったをかけるか。4番の日高あるいは6番の西田、バックスレッチへ抜け出しました。さあ6番の西田がちょっと4番手ジャンプしている。1番の岩崎をめぐっては3番の柳沢が強烈な伸びを生かしまして2番手を単独で確保、3番手から追い上げることができるか。4番の日高2周にマークの後方へと移っています。1番の岩崎がホームスレッチへ、3番の柳沢2番手ターン、そして4番の日高小回り決めました。ここで近づいてまいりました。3番手から2番手背中が見えるところまで近づいてまいりまして、レースは最終周回へと入りました。1番の岩崎のリーダー5点進から6点進、3番の柳沢が2番手、ここから3点進差、4番の日高何か策あるか。3周1マーク、1番の岩崎がバックストレッチへ、そして3番の柳沢ジャンプしながらターン、4番の日高またまた迫ってくるか。さあ伸びを生かした3番の柳沢引き離すことができるか、近づいてくるか。4番の日高まだまだ2番手3番手ちょっとだけ逆転の目があるか。4番の日高最終コーナーのターンへと移ります。1番の岩崎がホームスレッチへ、そして3番の柳沢2番手か。ここに日高の差しが入ってくる、日高の差しが入ってくる。さあ2番手争いは分からない。1番岩崎ゴールイン、3番柳沢4番日高の順でゴールイン、6番ゴールイン5番ゴールイン2番ゴールイン。一生懸命走りますので応援してください。最後まで頑張ります。応援してください。最後まで諦めないで一生懸命走ります。最後まで精一杯頑張ります。この58号機は、同期の、江本くんが初優勝したエンジンなんで、それにあやかって もし優勝できれば、まあ、頑張りたいと思います。せっかく優勝戦乗れたんで優勝目指して頑張ります。
一マーク向こうの大火山がひな壇に見えてまいりました。15回を数えます JAL 女子王座決定戦競争、3月3日桃の節句に優勝戦が行われるのは初めてです。文字通りひな祭り頂上決戦です。1号艇は昨年から上昇カーブ、近畿勢初の女王へまっしぐら京都の水口由紀。2号艇は審議対ともに充実、一番人気です。勝って取っておいた新婚旅行宣言か、徳島岩崎よしみ。3号艇は標的定めた走りはお見事、2度目の体感なるか、三重の西村めぐみ。4号艇は昨日は意表をついたかまし攻め、今日の作戦はどう出るんでしょうか、埼玉柳沢千春。5号艇はダイナミックなフットワーク、超惑星に立候補、茨城替場優子。6号艇はつぶらな瞳が輝き始めました、優しさ封印して女王を目指します、広島角瞳。以上6メンバーで行われます。2番の岩崎が陰線、そして4号艇の柳沢が2コース、3番の西村が3コースに座りました。1番の水口は可動家の4コース、後方6番の隅5コース可動位置、5番の茅場6コース、意外性のある進入ポジションと言ってもいいでしょうか。中国地区初の女子王座決定戦優勝戦が間もなくスタートいたします。さあ10秒切りました。誰が第15代の女王に輝くんでしょうか。インコースから2番、4番、3番、1番、6番、5番です。優勝戦スタートいたしました。さあインからトップスタートは2番の岩崎、アウトコースから6番の隅も伸びてまいります。1マークの攻防、2番の岩崎が握って旋回、3番の西村も差してくるバックストレッチ、スタートの方は前提正常なスタート。さあインコースから1番人気に応えるか、2番の岩崎よしみ、リードは2点進から3点進、2番手争いぐいぐい伸びてくる4番の柳沢が3番の西村の懐をえぐってくる、そして1番の水口も近づいてくる。1周2マーク、2番の岩崎がターン、そして2番手争い、綺麗に回ったのが4番の柳沢、そして3番の西村、まだまだ2番手争いは接戦模様。2番の岩崎を先頭にレースは2周目に入ります。2点進から3点進リード、2番手争い、アウトコース3番の西村、インコースに4番の柳沢、2周1番からバックストレッチへ抜け出します。2番の岩崎ロンティアターンで抜けてくる、そして3番の西村、綺麗にこう描いた2番手を単独で確保しています。3番手交代は4番の柳沢、体勢が落ち着き始めるも4番の柳沢の伸び強烈であります。またまた3番手から2番手脅かすか、2周2番の旋回、2番の岩崎に迫ってくるか。さあ突進4番の柳沢、交差旋回3番の西村、冷静なハンドルを入れてまいりました。2番手争いは一度女王を取った者同士という感じになっておりますが、レースの方は2番の岩崎を先頭に最終周回が入りました。3番の西村2番手、そして4番の柳沢、さあ最後のバックストレッチへ抜け出します。1番のターン、2番の岩崎がクリア。さあいよいよ新婚旅行が待っています、V 飛行が近づいてまいりました。さあ第15代のチャンピオンには2番の岩崎よしみということになるんでありましょうか。総理杯の出場権も獲得します。さあ誰も後ろスカートの裾を踏んづける者はおりません。最終コーナーのターン、さあ V へ向かっておひな様ターン、ホームストレッチへ戻ってまいります。そして3番の西村、ここに柳沢が近づいてまいりました。2番手争いはどうなるのか、2番の岩崎優勝おめでとう。2番手3番西村、4番の柳沢接戦でゴールイン、6番隅ゴールイン、1番南口ゴールイン、5番替えはゴールイン。女子王座決定戦競争優勝、岩崎よしみ選手です。どうぞ。何人はと思われ、まずおめでとうございます。ありがとうございます。すっごい声援です。
レースが終わって間もないですが、率直な今のお気持ちをお願いします。まだ信じられない気持ちでいっぱいです。進入の方からいきましょう。インコースになりました。この辺り狙ってたんですか？いや、もう全然枠なりで行くつもりだったんですけど、ちょっと前付けに来られそうだったんで慌てて行ったら入っちゃいました。取れちゃいましたね。渾身のスタートタイミングご存知ですか？さっき聞いてびっくりしたんですけど、コンマ03です。よかったです。そしてもう1マークは圧倒的にもう先に回って一気に抜け出しましたよね。あのあたりはもう自信の足で。そうですね、ちょっとバタついたんで刺されたかなと思ったんですけど、やっぱりいいエンジンに仕上がっててよかったです。新婚旅行まだだそうで。そうですね、はい。JAL の航空券もらえるそうですよ、副賞で。どこ行きましょう？もうそれはもう新婚旅行行ってないんで、カナダとかどっか遠くに行ってみたいです。カナダだそうです。 OK だそうです。カナダ OK です。よかったですね。これだけたくさんの方が岩崎選手を祝福に来てくださってます。一言メッセージを。そうですね、もうすごい嬉しい気持ちでいっぱいです。最後まで残ってくれてありがとうございました。これからも一生懸命走りますんで応援よろしくお願いします。来てよ、寒い。嬉しいです。頑張ります、これからも。